あゆみさん、ティンクでございます。それでは前回続きやっていきましょう。前回ドラゴンに乗れるようになりまして、それでこれからブイブイ言わしていこうというところでございます。はい、さてと、なんかクエストなんかやってから行くかっつってたよね。これはあれなんだよ、これはあれなんだよ、討伐クエストがあった、それをやってから行こうかな。全部クリアしてたっけ、なんか1個やってなかった。あ、全部やったか。あ、じゃあもうちょっと行きましょうか。うん、ちょっとね、あの辺のクエストはね、まだわからん。翡翠がわかんねえし、まあ、翡翠は最悪ね、モンスターから落とすんで、そのモンスターが落とした時に使おうかなっていう感じですね。で、勇気の心は、ちょっとクエスト進めるために、次勇気出たら一番最初にあそこ行きます。うん。前はちょっと優先しなかったですけども、次勇気出たら一番最初に行きましょう。で、クエスト一気に進めたいなと思います。じゃあ早速、行きましょうかね。なんかめっちゃ強そうなやつがいるんですよね。三重者でしたっけ。三重者強そうだね。行こう！ドラゴーン！やったぜ！さあ行きましょう。じゃあまああっちのあるところに、絶海のこと、そこですね。もう近い。もうすげえ近いわ、もう。去っていける、去って。で、何で降りんだったっけ？四角やったっけ？バツか。あれ？何で降りんだっけ？丸？あ、丸だ。ちょっとミスった。ちょっと一、距離感難しいね、距離感気をつけていこう。オッケー。こう。来た。はい、降りる。あ、本当にもう石碑しかないようなとこなんだね。これもういきなり三重者戦いちゃう、これ。おう。なんて書いてある。これ多分あれでしょうね。何だっけ、マジックブックのあれで翻訳できるんでしょうね。翻訳するのめんどくせえな。わからん。うん。解読される。お、マジで？できんのかい？三つの魔石の誠のありか。地図に宿りし、心の中に。は？ダミーやった。そういうことやな。うん。地図に宿りしって重要なヒント。本当の魔石のありか隠されてる。なるほどね。もう一遍戻る。もう、なんだそりゃ。ヘブルチの野郎、騙しやがったか、まさかこの俺を。上等だぜ。ちょっと黒、あいつぶっ飛ばし行くぞ。あの野郎騙しやがったくせ、俺を、どうやら。ヤッフー！これやろ、このバツボタンでキュイーンって進むやつ。すげえ早い。ズボーンって。やっぱいいなぁ、こうやって空を駆け回るってすげえ楽しい。いいなぁ、ほんとにドラゴン乗れるようになってよかった。でも大体こういう超便利な乗り物手に入れた時ってもう5割が近い時ですよね。大丈夫なんかな？もう終わっちゃうの、二の国まさか。もうっつっても結構シリーズ続いてますけど。でもまだまだな気がするんだよね。まだ持ってない。あの、心のかけらいっぱいあるもんな、もらったことないやつ。氷のとこもまだ行ってないですしね。さあ、ヘブルチー。会いに来たぜ、また。またあなたに会いに来ました、私は。今、会いに。ひゃふー！すげえ気持ちいい。着陸しよう。着陸体制。入り口の真ん前に止まれて。ちょっと難しい。ちょっと、あ、今一瞬行けた。オッケー。はい！こういうことよ。で、こっから、はい。素晴らしいね。近い。もう注射完璧。注射完璧。あ、注射はね、うまいですよ。車の注射は。もう、免許取ってから一回もって言ったら言い過ぎですけど、免許取ってから俺、前向きで止めたのって、多分片手で数えるぐらいしかないですよ。もう絶対バックから止めるっていう。徹底したバック主義。絶対バックでしか止めへんっていうね。なんかね、表向きで止めるの癖にしちゃったら下手になりそうな気がしたんで、ずっとバックで止めてます。まあ、おかげで、バックで止めるのはかなり上手くなりましたね。やっぱそういうもんですよね。慣れって大事っすよ、慣れって。そんなことを言ってる間についちゃった。うっす。そう。そう、見せてほしいね。うん。ええねんっつって。まあ、なかったんだよ、そう。そうなんだよな。うん。おう。魔法。あれか！物の気持ちを読み取るやつや！違う。大丈夫。あ、わかった。俺わかった。うん。わかったんだよ。わかった。もういいよ。オッケー。俺わかった。大丈夫。そう。あ、思えたる。知ってる。物に宿った心を出すやつある。マインドミラリー、これだ。これだろ。ほら、正解だわ。なんか3つついたね。3つ？あ、魔石3つって言ってたもんな。
で、三従者やから三人それぞれにいんのか。これやばいね。ああ。なるほどね。そう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 。素晴らしい。メッセージみたいなもの。お前。窓の杖は心の器、一が薄さは心の源、誠の力は、皆そこに、水の中入るんだ。いつか入るんだな。まあ、とりあえず行ってみんとあかんやん。そうやな。うん。てめらのもんで、遠慮なく持ってきよう。ヘブルチなんかやらない気前良くなったよね、急に。どうしたんやろな。おう、セキュー、三つの場所探索するわ。よっしゃ。当たれます。三つの魔石編。よっしゃ、行こう。なや、その改めてスタートみたいな、なんか、よく RPG で言う中盤ぐらいに来てもう一遍スタートみたいなやつやね。テイルズでルークが髪の毛切ってなんか新しいルークに生まれ変わりましたみたいな。そういう感じのやつか。よし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 。じゃあもう新章スタートやってやろうじゃねえか、この野郎。やってやろうはいいんだけど。あ、待って。何？どうした？お？どうした？おう。お守り落っことした。ほう。風切り羽お守り。ほー。代わりの風切り羽。あ、なんか、これさ、サバンニャーって魔物。ほう。サバンニャー。俺持ってんじゃね、風切り羽って。なんか見たことある気がするぞ。風切り羽。どこに入るだろう。風切り羽って。合成素材かな。だろうな。あれ、でもなんか風切り羽って、あれかな、前水晶って翡翠見た目にこうやってこれ見てた時かな、風切り羽。持ってない俺。あー、持ってないか。持ってそうな気がしたんだけどな。まあいいや、サバニアって探そう。ちょっと待って、今この人クエスト発生したよな。ってことは昔の街でも今度こそクエストが発生してる可能性があるんちゃうか。前なかったわけですよ、前回のラストね。ヘブルチのこれ終わったし、新しいクエスト発生してるかもしれへんなって戻ったらなかったんですよ。今この空賊の兄ちゃん喋ったらあったってことはあるんじゃない、あるんじゃない。これちょっとさ、これサバンニアってやつに会いたいんやけどさ、海に出れないんやけど。こっから黒で船、これじゃあ船さ、どこにある俺らのやつ。船どこ、船、え、ちょっとここがいいんやけど、この辺に船乗りたいんやけど、この辺でちょっと勘弁してくださいよ。とりあえず降りてここからエスケープ、テレポート、ヘブルチのアジトに飛んで、ここに船を持ってきて、多分テレポートした先に船が来ると思うんだよね。持ってきて、で、こっから海の近くに飛ぶ。すると船があるはず。完璧な作戦。どうよ。来たやろ。これ船あるで、絶対。ほら、ある。船のマークあるもん。これよ、これ。見た、もうティンクさん賢い。ふーふー。そうしてきた。で、ノエル。なんて名前のやつやったっけ、もう忘れた、俺。なんて名前やったっけ。うらー。ここすげー飛ぶよね。空賊の守りから砂漠のイマージェンまで。ここめっちゃ飛ぶよね。よし。サバンニャーやって。空賊の音は時々落とす風切りで、サバンニャー。え、でもサバンニャーって、え、海っつってたよな、あいつ。海っつってたよね。やばい、不安になってきた。本当に海か。本当に海なのか。海じゃないとか、そういうことはないか。調べればいいじゃんね。ニャーっつってるぐらいから、これなんちゃう。サバンニャーっつってるから。ニャーっつってるぐらいから、ここじゃ。そう、敵、まずね、敵を知るには、まず、こう、情報収集って大事ですからね。違うな。あれ、獣やと思ったんやけど、違う。にゃーっつってるから、そういう感じやと思ったけど、違う。ことごとく予想が外れんねんけど、マジ悲しいな。え、何族になんの、じゃあ、サバンニャーって。にゃーやで、にゃー。え、待って、にゃーやで。にゃーっつったら、お前、え、戦士か？獣でも鳥でも水でもないんやろ。どういうこっちゃ。これなぁ、検索があったらすげえ良かったのにね。自然か。あ、自然あるね、可能性。自然ある、自然ある。自然は可能性あるよ。
はい、自然じゃないということで、虫サバンニャーやのに全然虫関係あらへんやんな。この辺は来る。あった、これだ。あ、こいつ森、海にいた。こいつサバンニャー、海にいましたね。はい、行きましょう。海いた、海いた。オッケー、見つけた。よし、行くぞ。海にいることは確定した。あいつから行こうか。まずは貴様を料理することから始めてやろうではないか。突撃。よーし、よし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 、出てきた。早速サバンニャー、よし、サバンニャーよ、君の羽をいただきたい。よこせ俺に。違うやつ攻撃しちゃったけど、よこせ。ビリリやって。トロロ、なんかこれトロロっていうのは行動遅くなるんじゃんと思ったら防御が下がってるマーク出てんな。それは結構めんどくさいね。まあ、ちょっとレベル上げがてらね、ぼこしましょう。どつき回しましょう。よこせ、羽を。よし、倒した。またまあこいつを、ケラケラってあれやん。森にいたさ、俺が欲しいっつってたやつのさ、変化系ちゃう。なんか近いよね、見た目近いな。あ、こいつ仲間になったらちょっと嬉しいかも。オッケー。まあ余裕だったね。そう。セバのレベルが上がるから、それがいいんだよね。今俺、風切り場で手に入れへんかったよね。今ね。まさかの1回ではダメだった説。じゃあちょっとあいつ行こうか、次。君持ってるんじゃないかい？私に。よこしたまえ。よこしたまえ、私に。遠慮することはないよ。あ、遠慮することはない。ありがたく頂戴しよう。と思ったらいないし、サバンニャ。なんか、サバンニャやと思ったら、よう見たらちゃうやつやったし、全然。全然ちゃうやつやった。痛い。ちょっと待って、結構強いぞ、あいつ。水にあったやつ。ちょっと待って、結構強い。あいつ意外と強いぞ。やべえぞ。なかなかやりよるで。痛い。すげえ痛い。あいつすげえ痛い。ちょっと意外と強いんですけど。ちょっと、もしかしてあれ、ちょっと雪山の近くに行きすぎた。雪山の近くすぎて、雪山系の敵の強さじゃん、これもしかして。やべえぞ、これ。これやべえやつや。ちょ、早く袋叩きにして倒さないとやばい。ルッチじゃいけない。いける、信じろ。おいしょ。これやばいね。MP 無駄に消費したパターンやね、これ。おお、この調子で行きたいんやけど、ちょっとこれやってもうたやつやで。やらかしたね、これ。お金だってさっきより高いもんね、やっぱり。これちょっと強かったね、これ。ちょっと退散。これあかんわ、これ。これあかん。これあかんやつや。あかんやつ。戦ったあかんやつやで。あそこにいるあれにしようか。あれ。あそこいるよね。岩の影。あ、いない。今いたように俺には見えたんだが。だがしかし。探してっとこの辺の海っつってもいないよね。探してっときに限っていないんだよ。そういうもんなんだよね。こう、欲しいものってなかなかその時ない。うん、探し物もね、いらんときに限って見つかるからね。うん。欲しいなって思ってても見つかないんだけど、いらんとき、待てーかっこいいな。待てー超かっこいい。で、お前全然用事ないんだよね。俺、待てーとか言うの。痛い。すげー痛い。ちょっとまたビリビリになってんすけど、ちょっともう、ここの子たちビリビリ好きやね、ほんと。やめてー、もろ食らった。しかもなんかもうピタゴラめっちゃ食らったし、防御力一番高いのにな。あ、セバ死んだ。あれ、もしかして MP もうなかった。もう MP なかった。マジで早くね。ちょっと待って。もう MP ないの。早いぜ、ちょっとさー。これやばいね。これ一回また MP 回復しに、どっか街行かなきゃダメだわ、これ。はい、回復で、よし、はい、出す、ルッチ、プラズマボール、させるかと思ったけど、出された。やっちまえ。よし、倒した。とりあえず倒した。あかんね、これ。こう、自分が意図せずレベル上げみたいな感じになってるよ、これ。これ、非常に良くないね。意図せずレベル上げみたいな感じになってるよ。で、この場はまあこうやって回復できるんだけど、この後の戦闘がさ、結局さ、MP 回復いるよな、多分。いらんかな、いけるかな。ちょっともうなんか、回復しに行くのめんどくさいから、このまま行きたいんだけど。後ろ取ったらいける、後ろ取れない、取れない、なぜなんだ。そして出てこない。そして出てこない。一切出てこない。もう、サバンニャ出てこいよ、マジで。俺の仲間になってくれよ。違うわ、仲間もまあそうなって、お、仲間もなってほしい。そう、そういうことなんだよ。ね、実際はそういうことなんだよ。仲間になってほしい。あ、オリバー死んだ。嘘。ちょっと待って、これはあかんで。これあかんやつや、これ。これあかんやつ。これあかんやつや、これ。これあかんやつや、どうしよう。これえらいあかんやつやで、ね。
俺は死んじゃったからな。攻撃用いなくなっちゃって、これやばいぜ。しかもセバ全然ダメージ与えられへんし、これこれはひどい。ちょっと待って、じゃあちょっと待って、落ち着こう落ち着こう。これやばいんちゃう、結構これ結構やばいんちゃう。ちょっと待って、ちょっと待って、君攻撃できるのないの、君の攻撃でいいのないの。ちょっとこれは回復アイテムを使った方がいいんじゃないかな。俺にさ、自分に使った方がいい気がする。危ない危ない。よし落ち着こうか、一回落ち着こう。はいはい、全然食らってないけどな、全然食らってない。カッコつけて撃ってる場合じゃない、全然食らってない。これやばい、痛い。これしょうがない。行こう、ウッキー大先生呼ぼう。ウッキー大先生の出番や。これはもうウッキーで押すしかない。よし、押した。いいね。そういうこと。もういい、待て、一匹手に入ったからいらない。二匹目いらない。よし。てめえこら。て、あれ攻撃的。よし。てめえこら。よし、行け、押せ。Win。I win。ついにイエーイを仲間にすることができた。なぜか進化系やけど。進化系からやけど、まあ細かいことは気にしない。マテイを仲間にしますか。やったぜ。マテイと名付けてよろしいですか。オッケー、仲間にした。で、これあかんわ。これ一回ちょっとテレポートしよう。これ一回あかんやつや。ちょ、一回帰って整理しよう。これ、やばいね。サバンニア、やばい。俺今回のパートサバンニア見つけるだけになりそう。サバンニア見つけるだけで終わりそう。見つけるっていうか、サバンニアから風切りまでもらうだけで終わりそう、今回。やばいね。まあまあ、そんなこともあるんですよ。のんびり過ごしたいですからね。あ、ついでにクエスト新しいの発生してないか見ましょう。ちょうどいい。これ、ついで。ここが一番ね、宿屋近いんですよ。安いからじゃなくて、一番建物入ってから宿屋まで近いからです。確かここが一番近いですよね。オッケー。回復。これでまた俺は全力で戦える。ありがとう。おばちゃんありがとう。じゃあちょっとクエスト見に行きましょうか。新しいの出てんのかな？出てない気もすんだよね。あ、ちょっと一応チェックしとこう。オッケー。5ゴールド。安い。まあ最初の街だから。あ！やっぱこれクエスト発生してるで、これ絶対。ほら。これ。ありがとう。すごいな。おー。すごい自信満々やね。自信の心の持ち主。そう、自信を分けてあげたいわ。マジかよ、ありがとう。なんかしらかついでにもらってくぜ。あ、これクエストいっぱい発生してるわ、これ。うん。あ、これちょうどよかったっす。ここに帰ってきたついでにね、もらっていきましょう。オーケー。ありがとう。自信の心をなくしてる人はきっといっぱいいるんだよ。ここはいないね。じゃあちょっとつば九郎行ってみて。あ、これでサバンニャーやりつつ、サバンニャーだけやってる動画とは言わせない。これでいろんなクエストこなしてるから。よしよしよし。で、クエスト見ようか。あ、来たね。出てる。新しいの出てるわ。これ全部受けてから行きましょう。OK。ということはしばらくクエスト回ですね。よーしゃ。しばらくクエスト回ですね。よし。みんな大好きクエスト回。いっぱいある。ほら、いっぱいある。どうしよう。やばい。めっちゃいっぱいある。これ大変や。これ大変。いっぱいこなさなあかん。これ大変ですわ。いっぱいやらないといけない。うん。これは大変だ。よし。とりあえず、ゴロネールの女の子なんかやってるらしいから、その子行きましょうか。で、それやってから、もう一回サバンニャーを取り戻していきましょう。だからこう、サバンニャー行きつつ、回復のために街に戻った時に、その街のクエストを受けるみたいな、そういう感じにしていきましょうか。すごい効率がいい。さすが。オッケー。どこにいる？二人いるね。よし。まず一人。そこに歩いてる猫だ。なんか、肩を落としてるような気がするけど、自信をなくしたのか。自信なら持ってるよ。もうすぐじゃないか。どうしよう。絶対無理だよ。おう、どうした？尻尾相撲大会。頑張れよ、お前。ガタいいやんか。ねえ。おお、そりゃそうやろ。いやいや、そのお前、なんかマッチョの体格やったらいけるで。すごい目つきやんだって。前回チャンピオン、ほら、やっぱめっちゃ強いやんけ。自信の心出した。任せろ。さっき自信をもらったからあげようじゃないか。任せなさい。ハート級。ちょうどよかったね。ああ、自信もらったから。勇気だから。俺が、あげちゃダメなのは勇気なんだよ。勇気だけは、あの、夫の方にあげなあかんから。さあ、受け取れ。受け取るんだ、猫ちゃん。はあ。どうよ、もう自信満々やろ。目見開いた。
かっつって。おお、頑張れ。タイフーンケーキやって。ただのケーキじゃないで、もうすごい色してるからな。タイフーンやからな。おお、おお、新しい合成レシピやって。もしかしてこれタイフーンケーキの作り方じゃん。ちょいちょいレシピもらう。極上スタードロップ。なるほど、そっちか。許す。よし、ケーキ食べさせようぜ。ケーキって誰？ケーキって技。技だって。技。お前だな、技。台風ケーキを食べなさい。やばいで、これ。お腹もめっちゃ膨れるしな。おーれー、増えた増えた増えた。よーしよしよし。おろくえ。20までいけるようになった。愛情レベル上がったもんね。よしよしよし。すげえご機嫌やで。よっしゃ。ここでまたご機嫌になってくー。オッケー。素早さもあるね。この辺行こうか。これ守りだよね。守りだからフローズンプリン行っとこう。よし。これもめっちゃ上がるからね、フローズンプリンも。よし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 、いい感じいい感じ。で、素早さはお前だろ。これ、黙々アイス。さあ、いただけ。ドーピング。圧倒的ドーピング。お、20までいけるようになった。よし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 。OK。この地味な強化がどれぐらい効くのかは謎なんですけどね。最後。なんかこの子も自信なくしてるような肩落としてるし。どうなんやろ。おー、どうしたどうした、めっちゃ怒ってるやん。おう、すげえ怒ってるで。麦殻みたいな優しさの心がないと。おお、助けたろ。任せとけ。でも優しさ持ってなかったんじゃね、俺今。なんかもう一個持ってたよね。なんだっけ、我慢だ。じゃあ優しさの心を手に入れたら帰ってくるよ。さよなら、また会おう。その前に私が用事があるのは空賊王のアジトだ。こっちだ。こっちでまたサバンニアを捕まえるから、サバンニアを捕まえるからサバンニアから風切り羽をもらうから。でやって、じゃあこれ終わったら次はあのババナシアに行きましょうね。よし、飛んでおいで、クロちゃん。最高。いやー、飛べる飛べる。快適な空の旅を。そして着陸、着陸準備、着陸ファイヤー。 OK。 この華麗な連携、そして船。いや、素晴らしいね、これ完璧ちゃう。もう完璧すぎるな。これ黒で水にいる敵に当たれたら一番いいんやけどな。大きく回って後ろ取る。取りたい取りたい、取れない。うわー、後ろ取れないか。来た、サバンニア。今度こそ落としてもらうぞ、サバンニアよ。貴様覚悟するんだね。スティールショットで盗めねえのかな。盗むっていうのはダメか。落とすって言ってたもんな。すげえ痛い、すげえ痛い、すげえ痛い。ああ、ちょ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 、はい、仲間にしよう仲間にしよう。おい、歌っていく。そして仲間にしていく。よし。あんまり強そうなやつじゃないけど、間抜け顔が気に入ったから仲間にしていこう。違う違う違う、お前じゃない。お前じゃないか。で、これ交代した時に必ずね、そのイマージンを引っ込めてるんですよね。そこがね、俺はね、ダメだと思う。引っ込めんじゃねえよっていうのをね、私は言いたい。あたーあた、よし、倒した。さあ、サバンニア、あとは落としてくれるだけでいいんだ。ゆっくりじっくりと君をいたぶるから落としてくれたまえ。期待してるぞ。来た、まさかのここで、ここでサバンニアも仲間にしていく。なんか進化前仲間にした気もするけど、そんなの気にしない。いらっしゃい。だから最近すごいよね。さっきも2匹連続できましたし、なんかすごいいいね。落とさない、落とさない。嘘だろ、嘘だろう。マジか、落とさないかー、やられたー。何、風切り羽ってそんな貴重なの。ちょっとさ、頑張ってドロップしてくださいよ。僕も頑張ってるんです。来た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 、今度こそいただく、今度こそ落としたまえ。まあ俺は寛大な心の持ち主やから、一回はまあ許してあげれば、しゃーなし、しゃーなしでね、しゃあなしで一回は許してあげましょう。もう二度目はないです。仏の顔も何度までとかね、三度までと言いますから。スパーク、あー、やめて、これ結構食らうの、これ。痛い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 。すんごいね、もうピタゴラに食らうんだよね。なんであんなピタゴラ食らうのか知んないけど。やっちまえ、よしよし。なんかでかい、大きい回復の塊が落ちたね。あれ拾おうか。よし、取った。で、後ろから、背後から、三人で袋叩きにする。よし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 。技を使う前には無理だったか。よっしゃ、よっしゃ。まあ、落とした。まあ、絶対落とした。よいよいよ。落とした、落とした。
信じる気持ちが大切だと思う。嘘だろ嘘だろ、なんで落とさない、マジか。合ってるよな、合ってるよね、倒すやつ合ってるよね。え、俺違うやつ倒してる？そんなことはない。いや合ってるって、合ってる合ってる。どこ行ったっけ、これこれこれ、サバンニャ、そう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 、あって、もう全然落としおらへん、なんてやつや。まあいいけど、まあいいよ、まだ俺クエストこなすから、まあいいけど、まあいいけどね、クエストこなすから、まあいいけど、よしクエストこなそう。ババナシア、ここでもクエスト受けていきましょう。ちょっとカエル、カエルから交換できるそのイマージンがいないか、ちょっと一回久しぶりに、おー、はいはいはい、すげえ我慢やね。じゃあ俺我慢持ってる持ってる持ってる、我慢持ってんだよ。この兄ちゃん我慢、この兄ちゃん前も我慢だったな、いっぱいいるね。これ宿屋寄る前に心のかけら取りに行こうかな。うん、これクエストに直結してる可能性もあるから、宿屋寄る前にもらおう。でこのクエスト主が勇気のかけらが欲しいっていう人やったら、ちょっとそれはねもう申し訳ないけど我慢していただくしかない。この人や、おっす、自信やなこれ。どうした、おう。絶対売れるから、すげえ自信やなほんま。すごい自信やね、うん。おもらうもらう。逆やな、逆の意味でもらうんやな。逆の意味、自信が強すぎるからちょっともらいまーすって弱めてあげましょうっつって、おっしゃ自信もらった、オッケー、これをまた利用させてもらおう。お、来た、オッケーオッケー。おいおい、これお前人助けちゃうんか、よこせよ。お前これ人助けやと思うぞ、横3回物を、なんてやつだ、これは許せませんね。助けたのにお金が、お金とか何ももらえないっていう、どういうことなんだ、助けたらくれんのが相場じゃないのか。さあここでなんか悩んでる人が一人いるらしい。その前にマンホールを見ようかな、久しぶりに。オープンザプライス、引き出すって見てみようかな。これだね、体当たり黒い狩り風とか、これ攻撃タイプやね、完全に。この辺も完全に攻撃タイプだもんな。回復タイプなんだよ、回復いないの、回復あれかな、技見ないとダメかな、回復タイプが。あ、いるじゃん、サンニャーいたわ、同じやついるわ。じゃあ、じゃあ手放すって、あ、手放す三角ボタン、サンニャーさよなら、進化後いるからさよなら。よし、冷静に対処していく。開ける、中にいる人のクエストをこなそう。ここだ、あれどこ、あ、いたいたいた、こんなとこにいた。あ、お前は違うわ、おう、うまいやないて、これか、このこのばあちゃんの絵か、この人やったよね、うん。自信やな、よかった、先に行ってから正解やったね、自信の心持ってるの、オッケー。いやー順番間違えなくてよかった。ハート9を受け取りなさい、私があなたに自信をあげようじゃないか、ありがたく思うがいい、受け取れー、あたー、どうよ、復活した、よし戻った、ありがとう女神の涙、ありがとう、そしてお金1000円っていうのも何気にありがとう、よし自信を取り戻したよ、あの兄ちゃん、そして私は宿屋に泊まります、いらっしゃいます、はい泊まります、よしこれで回復、再び元気になってサバンニャを捕まえに行きましょう、サバンニャを捕まえるぞ、絶対だ、サバンニャを俺は捕まえる、テレポート、空賊王のアジト、テレポート、もうこれ繰り返していきますから、ひたすらこれ、ひたすらサバンニャを捕まえる、サバンニャを捕まえるんじゃないの、サバンニャから風、何回やんだこの下りっつってね、よしグー、恋ドラゴン、さあ飛び立っていきましょう、
船の位置に不時着します。不時着します。はい、降ります。よっしゃ。で、船に乗ると。 OK。 さあ、まずあいつから行こうか。後ろを取らせてほしい。後ろを取らせて。一回ぐらい取れてもいいんじゃない。絶対取れねえよ。絶対取れねえ。取れる気配もない。いた、サバンニャ、ありがとう。今度こそお前を落としてくれると信じてるから。俺の優しさやで、最後まで残してんのって知ってた。分かってくれてる。じゃ、ここでサバニアへの愛を語ろう。そしたらきっとね、落としてくれる気がする。俺はお前じゃねえんだよ、ローデンス。お前じゃねえんだよ。お前はどうでもいいんだよ。いや、そんなさ、ビリビリしたポニーテールをね、ポニーテールってなびかせてるわけやんか。いや、似合ってると思う。結構似合ってると思うで。そう、いいよな、いいよ。悪くない、悪くない。うん。すごい似合ってると思う。ビリビリしてて、ビリビリしてて、いい感じだと思うで。よし、落としてくれた。絶対落としてくれた。めっちゃ褒めたもん。めっちゃポニーテール褒めたから絶対落としてくれる。もうそれ以外考えられへん。俺やっちまえ。よし。さあ、どうだ。来たっしょ、来たっしょ。来いよ。ほい、来いよ。なんでだよ。ちげえよ。全然いらねえよ。もうクズだわ、あいつ使えねえわ。使えねえわ、あの野郎。ダメだわ。いや、あのサバンニャはポニーテールをコンプレックスにしてたよね。褒めてほしくなかったの。そう、しょうがない。ポニーテールの私嫌だなって思ってたよね。しょうがない。ああ、もう出てこへんかった。もうどうでもいいよ、お前ら全員。全員死にさらせ、もう。どうでもいいよ、ほんま。全員くたわれ。殺す。全員ぶっ倒す。よし、いけ。痛い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 。やーべえ、ちょっとディスったらめっちゃ怒られてる。やーべえ、ちょっとディスったらお前何言ってんだてめえみたいなノリですっげえボコられてる。痛い痛い。すげえ辛い。すげえ辛い。てめえごら。てめえ。この野郎、ちょっとしたお前ディスぐらいで何お前いじけてんねん。何お前いじけてんねん、おら。よっしゃ。ケラケラは仲間になってくれてもいいよ、別に。仲間になってくれても別に、そんな、遠慮する必要ない。仲間になりたいなと、一緒に冒険に出たいなと思ったのね。素直にそれを表してくれた。さあ、来い。来ないか。そうか。恥ずかしがり屋さんなのかな。うん、恥ずかしがってんのかもしれないね。まあ、サンドロップくれたから許そう。さあ、どうよ。MP41 まだいけるね。まだいけるね。あいつだ。こいつから行こう。さあ、来い。後ろ見た、後ろ見た。後ろを取れる、取れない、絶対取れない。頑張って、来た、サバンニャ2体も来た。ほら、覚えが通じた。いや、どっちかは絶対ポニーテールを褒めたら喜んでくれた。そう。いやー、サバンニャ A もなかなかいいポニーテールだ。あ、 B とは全然違う形をしてると思うんだよ。 B に比べたらちょっと高さが出てるかな、高さが。高さが出てるかもしれない。うん。ほら、もう仲間になりたいと思ってくれてるから褒めたら。ごめんよ、仲間いいんだよ。サバンニは B のポニーテールなんで、 B のポニーテールでいいと思う。こう、ちょっとスッと長いみたい。A よりちょっと長さあるんじゃない？結構立派かもしれないね。うん、もしかしたら。OK！ 絶対落とした。よし。あとはケラケラが仲間になってくれたり。まあ遠慮することはないよ。俺の仲間になりたかったらそう素直に言えばいいさ。一緒に冒険の旅に出ないか。あ、それはいい。あ、遠慮されちゃった感じで。さあ、来たやろ。どうよ。来い。もう嘘だと言ってよ、バーニー、マジかよ。なんでだよ。絶対落ちひんだけど、もう。なんなんこれ。すごいな。ああ、もうそうですか、そうですか。もう一戦行っちゃうから、俺。もう一戦戦っちゃうから。ああ、そういうこと。そういうことする。やってやろうじゃねえか、お前。このサバンニは違うから。わかった。あ、じゃあ、小顔を褒めよ。小顔をね。そこで行こう。でもだって、ほらもう見てみろ。顔とさ、髪の毛のさ、比率から考えたらさ、超小顔。もうどんな女の子もすげえ羨むぐらいの超絶小顔。オッケー、褒めた。よしよしよし。褒めた褒めた褒めた。あとはまあ、ケラケラが仲間になってくれたらいいとね。そうそうそう。遠慮することはない。俺ら仲間になったら君も強くなれるから。あ、遠慮しちゃう。そういう感じね。なるほど。まあまあ、ケラケラしょうがない。真の目的ではないですから。真の目的はポニーテール女子からね、風切りバネもらうっていう。来たやろ。さあ来いよ。落ちたっしょ。来い。お前なら来る。なぜなんだよ。どうしてなんだよ。なんで。めっちゃ殺してるのになんで。信じられへん。悪夢を見ているような気がする。マジかよ。
MP 減ってないしな、全然。もう一回いけるぜ。いや、わかった。最後の最後、演出はね、演出。そう、サバニアたちも気を使ってるわけですよ。あ、動画の最後にゲットできたら嬉しいだろって。あ、もうサバニア、計算してる。あ、さすが。さすがっす、サバニア、パイセン。さすがっすよ。もうそういう、俺の動画の構成まで気にかけてくださってるところがね、もうさすがですわ。あ、もう尊敬に値する。もうその美しいポニーテールのごとくね、ローデンさいらねえから黙ってろ。黙ってろ。いらねえから、黙っとく。よし。いや、もうさすがっす、サバニア、パイセン。さすがっす。もう演出なわけですね。最後の最後に手に入れて、それですんなり終わらせろって。いや、さすがですわ。もう死んでからも褒めときますから。さすがっす。よし、あとキャラキャラ仲間にしよう。よし、いけ、やっちめ。よし、ならないか。なかなか仲間にはなってくれないね。さあ、来た。さあ、来たよ。来た。ああ。なんでやねん。ちゃうやん。今はさ、絶対出る流れやったやん。今は来るとこやったで。もう、嘘だろ。マジで言うてんの。絶対来たと思ったわ。うん、絶対来たと思った。マジか。かあ。まあ、しゃあない。しゃあないね。うん。まあ、ここでまあ、行きましょう。防具帝国のまあ、クエストを聞いて、今回は終わりかな。うん、今回防具帝国でクエストの話を聞いておしまいですね。となると思います。よし。まあ、とりあえず、まあ、お休みしましょう。さっきまで10ゴールドのところに止まってたから140ゴールドがめっちゃ高く感じるな。ぼったくりなんじゃねえかって思っちゃうもんね。ぼったなんじゃねえかっていうぐらい高いよな、ほんと。お前、人の足元見てるやろ。なんてやつだ。まあ、払ったるけどな。払ったるけど。払ったるけどどうなんよ、それは。さてと。こっち右だよ、ね。左は何もいない。よし、右。あいつ勇気持ってねえかな。そろそろアンパンマン的な勇気の鈴がリンリンリンだね。勇気を持ってる人に私は出会いたいよ。ことごとく勇気を持ってないんだよ、みんな。もうちょっと他のクエストで勇気使ってもいいじゃんって思うんだけどさ、勇気持ってないんだよね。なんでなんだ。いた、ほら。さあ。すごいな。ほんまやで。自信の心の持ち主。マジか。自信ばっかやな。それもいいんやけど、勇気が欲しいんやけど、ダメ。まあ、とりあえず自信はまあ、もらえるだけもらっとこうかな。もらうのはただだからね。うん。ありがとう。これはまた再利用させてもらうよ。おお、魔法だよ。よし、勉強頑張れ。君ならきっと立派な魔法使いになれるよ。まあ、この、オリバー様のな、魔法を受けたからな。もう君はもうきっとこれから祝福されるよ。よし、行こう。そんなアホなこと言いながら行こう。下にいるクエストやろうから、クエストを受けよう。そしてそのクエストを予想ではすんなりと解決できる気がする。それを解決して終わろう。さあ来い。さあ来い、こら。我慢を使ってもいいんだよ。我慢ももらえるからね。ババナシアで我慢を余ってる人いるから。余ってる人がその人から我慢をいただきたいんだよ、俺。さあ来い。またお前か。お前、前もなんかやったやろ。またか。ほんまや。なんでやねん。出たわ、もう自信なくしてるや。またやね。こいつさ、直したらさ、きっと薬くれるんだぜ。よし、ハートキュー。しゃーなしやで。しゃーなし。もうお世話の焼ける科学者だぜ、ほんとに。何回抜け殻人になった気がするんだ。中入れとけ、おら。よし。どうだ。よっしゃ。ほら、来た。お前だよ、お前。何度もすまないで。さすがだわ。ありがとう。賢者の薬はいい薬。ありがとう。許す。お前を私は許そう。素晴らしい。ありがとう。よし。いい時間なんで、今回はこの辺にしときましょうか。セーブします。セーブデート。さあ、果たして俺は次回サバンニアから風切り羽をもらえるのか。
そちらにご期待、そして他の土地に飛んで、クエストもこなしていきたいと思います。はい、それではここまで見ていただいてありがとうございました。まあ、ということで次のパートを見てください。それではお疲れ様です。